サブーというサブーコンガの方だそうでございます。ビンバーパローコンガ。手差し運針は不安全で、へえ、そこらの店員に電話すると変わってるんですよ。西雲亭って言うんですけどね、電話して混むかどうかって、パッと、はい、西雲亭のラーメン屋ですえすごいな、電話したくなりますね。でもまあ、これだよ。今夜はラスト1週間を迎えたあの方がご来店。今の心境や番組スタート時の意外な出来事、そして知られざるマル秘エピソードが。スマップからのプレゼンも。今夜のお客さんですけども、ヒロコンから非常に、スマップ全員がですねお世話になっております。今の心境はどんな心境なんでしょうか。この方です。どうもです。人気者ですね。どうぞ。人気者ですね。ご役の名前は通称タモリと。通称タモリさん、どうぞ、はい、お座りください。どうぞ。タモさん、ようこそ。こちらおいでくださいました。こちらからですね。ゲストですから、テレフォンじゃないので。ありがとうございます。はい、ゲストです。ゲストだとね、上がるんだよね。変な感じですね。いや、ゲストだと本当に上がるね。さあ、料理の方ですけども、どういたしましょうか。和食がいいですね。はい、かしこまりました。参りましょう。オーダー、これぞ和食。メメです。はい、お願いいたします。あと本当に1週間じゃないですか。そうですね。僕、まあ、火曜日担当させてもらってますけども、あと1回ですから。各曜日1回ですね。あと、あ、各曜日あともう1回ずつです。1回でどんな感じですか。これがね、全く普通なんだよね。それは困るな。いや、だから終わったらああと思うかもしれない。終わってからなんですかね、うん、でも月曜日終わるじゃないですか、うん、火曜日アルタ行っちゃうんじゃないですか。行っちゃうと思うよ、火曜日シゴンチャルタ行ってどっか行くと思うけどね。でやっぱり、あ、やってねえんだって。だからアルタに行くこともないでしょうね。もうないよね。アルタってイートム以外に行ったことってないんじゃない。ないないですもんね。新宿もあんま行く機会ないでしょ。新宿ないね。僕らがちょうどこの4月で、うん、ちょうど4月って丸20年なんですよ、イートム。おお、そうか。シンゴなんか17歳ぐらいだったんだもんね、来た時。僕が21とかですか。そんなもんだもんね。そもそも32年ですか。32年。一番最初の放送とかって覚えてらっしゃいますか。いや、2、3回目の方が残ってるね。あ、そうですか。いいともがスタートした頃、タモリさんの印象に残っている意外な出来事とは。どんな放送だったんですか。和田アッコさん来たのが4回目かなんかの時だよね。あ、もうそんな時でもあった。あの頃は、あの頃は、はあ、歌手が来たら歌ってたんだよ。ええー、あのところ、
ちゃんと歌ってたんですか。ちゃんと歌ってた。え、自分の持ち歌ですか。持ち歌を歌ってた、その時。これはね、すぐなくなったと思うよ。すぐなくなったと思うけども、テレフォンで喋って多分終わった後、それじゃ歌っていただきました。テレフォンの流れですか。流れで歌ってた。それおかしくねですか。おかしい。おかしいことだらけだって、あれ。だって俺が番組の冒頭に歌ってたんだよ。ウキウキウキ。あれいつから終わりました。いや、あれはね、あれずいぶんずいぶん長い間やってた。いや、僕なんかまだなんかね、言われてみればまだ残ってる感じですもん。そう、あれ、ね、ダダダダダダちゃんドン出てきて、あ、ウキ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 。でも結局そういう非常識をやっぱり続けることによってね、常識化するじゃないですけども、最初はやっぱり違和感があって、何だと思う、本人も思ってるかもしれないですけど、でもやっぱりあれがなくちゃおかしいなって なってましたもんね。いや、それ違和感ってやる、俺が昼間に出ること自体が違和感の塊なんだ。最初昼間の生放送って抵抗ありました。俺は抵抗ないよ、ね、でも皆さんはものすごい抵抗あったと思うよ。いや、今ね、俺のイメージ当たりになるけども、当時の俺は江頭2時50分と同じイメージだからね。これそうだって、いや江頭よりひどいよ。だって俺イグアナの真似してた時は白いブリーフ1枚だからね。江頭ちゃんとタイツ履いてんじゃん。最初どういうプレゼントが来たとかって覚えてます。まあ、亡くなられた横澤プロデューサーっていうのをこういう風にして、はいはい、その前が大人気番組の笑ってる場合ですよってね。そうですね、笑ってる場合ですよ、もう一度とかもありましたもんね。そう、これも怪我人が出るぐらいの大人気番組、はいはい、その後俺と聞いた時に、あ、これはその次の番組のつなぎでワンクッションだと、ブリッジだと、はい、長くて半年ぐらいだろうと。まさかの32年なんです、ね、まさかの32年ですよ。それが32年って早かったですか。ああ、早かったね。ハプニングってありました。ハプニングありましたね。いいともスタート時の意外なハプニングとは、こっち側の一番前列の2人目の女の子が本番中に、うんうん、嘘でしょ。いや、驚いた。音楽何もないのに急に立ち上がってこうやって踊ったの。ちょっとあんた、なんで踊ってるのって聞いたの。そしたら、え、今タモリさん踊れって私にテレパシーで指令出したんですよ。わーわーわー。で、思わず、うん、出したって言いそうになっちゃった。いいとものサイクルってどうなってるんですか。今はだいたい6時ちょっと前に起きますね。早くないですか。いや、もうそれ目が覚めるんだよね。6時に起きて、6時に起きて、ちょっとこの花粉症の時期はやんないんだけども、うん、で軽く走りますね。どんぐらいですか。休みの日には多い時2時間半ぐらい。2時間半って言ったの。こう決めて、今日は休みの日はこの辺を全部歩いて回ろうというの計画立てて、で帰ってきて、それからシャワー浴びて、朝シャワー浴びて、それで朝ごはんの準備を始める。朝ごはんの準備は奥さんがされるんですか、自分でやるんですか。自分でやります。自分でやるの。自分でやる。大体もう前の日ぐらいから決めるんですか。大体決めてる、前の日ぐらいから。あんまりスーパー行くってことないです。スーパーあります。足りない野菜はスーパー行きます。そう、マイク持ってるんですか。マイク持って行く。その野菜どうなの。どうですか。売ってくれるかな。やらないでしょ。みんないいと思っていますよ、こっちお金払ってんだから。何が定番と醤油ですか、その朝の定食は。焼き魚、煮魚、豆腐、あとおひたしみたいなもので、味噌汁。ちなみにですけども、一番最後の3月31日月曜日の日の献立って何食べようとかって。いや、まあ決まってない。でもその日はなんか特別に、なんかこれ食べようかなとかって、そしたら何食べます。サバ。ご飯だって俺、大体2口分しか食べないの。仏壇にあるぐらいですか。あれは2杯分だから、仏壇の2杯分。だからご飯は1日それで終わり。
白いご飯、白いご飯。味噌汁具何しますかね。玉ねぎ、じゃがいも。うん、玉ねぎ、じゃがいもでいこう。そこまで言うんだったら考えて熟考するやるよ。だってそのサバも探して、いいサバ探して。でもあまりにもこうやってこの世界引退するわけでもないのに。そうそう、さっきの話だって最後の朝食っぽいような話だよ。おかしいよ。これで俺タモリクラブだってミュージックステーションだってあんだからね。そうかそうだね。そうだよ。それ出たら変な顔、とか言うんじゃないの。